ボシャボシャ。あざっす。今日はですね、目出し赤いよカエデの刺しとこ持ってきました。じゃじゃーんと。こんな感じの刺しとこあるんで、今日はこいつの鉢上げやっていこうかなと思っております。少しね、すでに目が動いてるんですけど、ほんのり赤みがかってるの分かりますかね。こんな感じで目出しが赤いんですよ。もみじの出生状みたいな感じで、春だけ、春の目出しが赤くて、で赤いのが落ち着くと緑に変わっていくと、そんな感じの目出し赤いよカエデさんで、まあ、出生状みたいに真っ赤ではないです。ほんのり赤いピンクみたいな感じの可愛い感じの赤さ、そこ気に入ってね、うちでこれ増やそうって思って今挿し木で増やしてるところです。赤さで言ったら別にもう一つ、美濃八つぶさカエデっていう品種のカエデがいるんですけど、美濃八つぶさカエデは出生状みたいに真っ赤になるんですね。あ、忘れた。じゃん、根かき。美濃八つぶさカエデは出生状みたいに真っ赤な葉っぱが出てきて、まあ珍しい芽吹きの仕方しますと。で、こいつはそこまで赤くない。ピンク。燃えるような赤ではない。あんなふんわりした。優しい感じのピンク、そこがねもう気に入った。すげえなお前と。ちょっとうちの棚で増やして戦力になってもらおうかなということで、今こうやって挿し木でじゃんじゃん増やしてるところなんですけれども、これ挿し木して1年か2年か2年ぐらい経ってんのかな。もうちょっと根っこも回ってきたんで、もう まだまだ余裕はありますけどね、こうボロボロ崩れていくんで余裕はあるんだけど、もうそろそろ鉢上げして1本ずつね植えていこうかなと思っております。鉢上げついでに曲入れるのか、それとも上の方を切り刻んでまた挿し木するのか、まあちょっとその辺は考えていきましょう。一回ほぐしてから考えていきましょう。おお、いいね、いいね。根っこどれくらい出てんのかも気になりますしね。とりあえず、挿し木で増えるっていうのは分かったんで、おー、こいつはね、じゃんじゃん量産体制に入っていこうかなと思っております。一回これ崩しますね。崩して、バラバラにしましょう。はい、崩し終えました。一番太いのこいつでしたね。長いやつ、一番長いやつ、これ太かったです。で、ちっちゃいのもいるし、こんな感じでちっちゃいのもいるし、まあ、間ぐらいのやつもねいるしと、まあそんな感じの出来栄えでした。なかなか挿し木にしてはすごいすごいよ。もうちょっとね、変な感じの根っこの張り方しててもおかしくないんだけど、意外といい感じに生えてきてるんで、まあそこは安心というか良かったかなと思います。プレステラが良かったんですかね、もしかすると。はい、そんな感じで6本の挿し穂が取れましたよと。で、まずはこいつから植えていきたいんですけど、根っこはね、なるべくさばかないです。なるべく触らず上へ落としますね。これ長くてもしょうがないんで、まあ、ちょっと安全を期して長めに落としとこう。一回こんな感じで切り詰めて、いや、これさすがに多すぎるんで、さすがに
ちょっと切り戻そうかなと思います。はい、ちょっと量減らしました。でこいつをちっちゃいプレステラ、ちっちゃいプレステラじゃない、ちっちゃいスリット鉢にインで、ちょっと斜めにしといて、まっすぐだとね棒立ち楽しくないんで、立ち上がりを斜めにして、でそこに土を入れていきますと。いいよ、ポイ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 。はい、オッケー、1本目完了。はい、2本目いきましょう。2本目もこんな感じで長いやつ、足元これこんな感じで、さすがにここは曲がんないと思うんで、多少曲がったとしても、まあこれ曲げてもしょうがないんで、ちょいとこれも切り戻すくらいでやっていきましょうか。どうしようかな、まあこれぐらいでいいか。この程度で、この程度まで切り戻して、こいつもこいつは根っこさばかずにいきましょう。よいしょ。で土を入れていくと。ですき込む、すき込む。OK、 2本目完了。はい、次行ってみましょう。3本目、これもね結構太いんだけど、ちょっとやってみるか。お試しで針金で曲げていってみましょう。 2mm だったら曲がんじゃねえの、まあ、あんま無理はしたくないですけどね。ちょっと大事な大事な大事な刺し穂、貴重なやつなんでね、ちょっと無理はしたくないんだけど、2ミリ巻いてみます。2ミリ巻いて曲がるか試してみよう。まああんま無理はしない程度にねやっていってみましょうか。よし、こんな感じで、まあ適当に巻きましたよと。よいしょ。でここが曲がるかなんですよね。あんまり強くやるとね、パキッと折れちゃうんで、優しく。あ、ほんのり曲がった。ほんのり、ほんのり曲がったよ。いけるんだね、結構。おうおうおう、曲がるね。じゃあちょっと上まで曲入れていきます。はい、適当に曲入れときました。まあ、少し緩いかな。もうちょっと強く入ってもいいかなっていう気持ちもあるんだけど、まあ、折れてもしょうがないしね。一旦、まあ、緩いかもしれないけど、これぐらいで押さえとこうかなと思います。こんなもんでしょう。うん。こんな感じね。適当です、本当に。上はそのまま使うつもりはなくて、まあ、ある程度来たら、パシッと落として、またそこね、挿し木する予定ではいるんで、とりあえずの曲入れ。意外に曲がりましたね。2ミリの針金で結構曲がった。弾力もあるんで、うん、なんか、たまに樹脂によってはね、ちょっと曲げただけでもパッキパキに折れていくやつとかいるんですけど、意外に強い。楓さん、もみじさんとかもね結構強かったりするんですけど、まあさすがに心拍とか黒松とかみたいにあんなガッチガチに曲げたりはできないですけどね。あんなもうなんかこの針金みたいにね曲がんないですけど、まあこれぐらいだったら曲がるよというところでしょうか。で土入れて、
突き込んで完了。うん、意外に曲がった、よかったよかった。ただ足元がね大して曲がんなかったですね。さすがに細いところは曲がる、それは分かった。 OK、 じゃあ長いとこ切り戻しておきましょうか。で上も戻そう。でこんな感じで OK、 3つ目終了。で残りは3本なんですけど、まあ、こいつらは曲入れて立ち上げしようかなと思います。いや1ミリじゃちょっと曲がんないかな。1ミリ曲がるか試してみますね。ちょっとさすがにそれは舐めすぎだろうってなるかもしれないけど、でもこの太さだったらいけるかもしれない。曲がらなかったら入れ直します。よっよっよ、目が飛んだ。はい、針金巻きました。これ曲入れていきましょう。 OK、 1ミリで曲入りました。全然いけましたね。いい感じいい感じ。この太さだからいけたのかな。もしかしたらもうちょっと太かったら1ミリきついかもしれないけど、この太さなら1ミリでいけました。こいつもしっかりと土入れていきます。 OK、 なんかいる。よし、こんな感じです。いいねいいね。はい、次行きましょう。次も太めなんで 1.5 で行きたいと思います。 1.5 ミリの針金で、はい、1.5 巻いていきます。はい、針金巻きました。 1.5 ミリ、ちょっと根っこの方まで巻いてます。じゃあこいつに曲入れていきましょう。はい、こんな感じで曲入れてきました。だと、はい、鉢入れます。はい、OK、 じゃあラストいきましょうか。ラスト針金巻いて曲入れていきます。やっちまった、パキッとミスった。調子乗った、調子乗ってパキッといっちゃった。うん、パキッといっちゃいましたが、とりあえず足元に1曲だけ入れてこれでいきたいと思います。はい、とりあえず根っこついた部分は6鉢1234568鉢完了で、あとは上ね切り戻した部分あるんで、こいつらね挿し木またやっていきたいなと思います。かき集めて細かくまた切ってプレステラに入れていきます。はい、完了。バーミキュライト雑誌、今ね僕の中でかなりブームが来てるバーミキュライト雑誌、間違えた、逆にしよう。おいよ、目出し赤いを変えての春雑誌でございます。はい、完了。ということで目出し赤いを変えての鉢上げ6鉢とさらに春雑誌、これ何本ぐらいなんだろうな、14ぐらいあるんで、またこれ活着してくれるとありがたいですね。でこいつらは水撒いて完了にしようかなと思います。はい、そんな感じで本日の作業は以上です。